がとうございます。今夜から始まりました諸教十六夜、年に4回、向こう4年間という計画でございます。なんせまあ皆さん方もうほとんどの方がご承知の通り、昨年に肝臓がんが見つかりまして、今も現在治療中ということで、でなかなかまあ半年また10ヶ月とこう過ぎてはいくんでございますけど、思うように自分の計画通りに退院はできないんですね。で、まあ、先生に交渉しても、いやいや、やっぱり、一応私、詳しい、ああいう資料なんか見てもわからないんですけど、見せてもうた中で一番最後にわかるのは、この患者は VIP であるとだけはわかったんですよ。だからもう何があったかで、まあ、向こうも一生懸命ということで、本来はこの落語会の時には十分退院して、楽しくやれるなと思ってたんでございますが、なんか炎症マーカーがどうもちょっと高いから、それを菌をやっつけないかんから、やっつけるためには何遍も途中でやめてたんではもう本当に死にきらんので、思いっきり殺しましょうって言って、言う前にこっちが死んだらいかんしね。まあでも長いこと入院、まあ、今で大体1ヶ月ぐらいですね。でその前が2週間ぐらい家に帰って、その前がまた1ヶ月ぐらいとか、もうほとんど今成人病センターが常夜堂でございますね。だから昔は辛いなと思ってたけども、9時半の消灯になったら熟睡できるようになりまして、でまあ正直言って今日もまあ病院から出てきて、今晩も本当は10時の点滴に帰らないかんのですよ。こんなとこでこんなことしてる場合はございませんね。だからまあ正直言ってまだこんなんついたままですんや。だけどまあこれは外されへんって言うて、先生は「いや外してもいいですよ、出ていくたんびに抜いて入れて抜いて入れてしましょうか」って、それのが痛いんで、また下手やねん。あ、どういうもんですかね、ベテランが来たら安心すると思うけど、そんなこと思えへんで。何年やっとんねんと思わず口には出さないけど腹では思うんです。クッと来いってこうもう思わず心の中で叫ぶ時があります。今朝もまあ採血をしたら、まあ、その結果が相当良くなってきて、先生もまあ来週ぐらいには一つの目処、まあ、言い換えればこの点滴が外れて、まあばい菌が死んだというような数字に近づけば、あとはもう点滴やなしに飲み薬で細菌を殺せれば、もう出て行っていただいてもいいんですけどっていうような、まあ目処は立ってきたんでございますね。しかし私はいやいや、もうとりあえずお願いします、病院帰らせてくださいって、こう迎える方が楽ですね。家の方が疲れる。いざとあったらボタンを押したらすぐ誰か来るんやからね。えで、まあまあ病院というのも、まあ長いこと入るとまあまあ内科でございますから、大概は1週間10日で退院するやと、まあ、これだけ3つ期ぐらいにわたってほとんどおると、もう私が主ですからな。少々何を言われたかってどうちゅうことはございませんし、夜勤の方が誰かなっていうのは大体3人ぐらい夜勤で来やりますから、パッと顔見た時に「あ、こいつか明日の私の採血は」と。思った時はドキドキして寝れないやつがおります、ね、これに取ってもらうとまた2回か3回は失敗しよるなとか、もうそういうの慣れてくると偉いもんで友達になりますね。教えますね、あそこで止めるなと。血が戻らないから抜いてまた次刺して、抜いてまた次刺してとこう、違うと血管が硬くなってるから、いっぺんついたやつで出えへん時は思いっきりもいっぺんクッともう人をしてえと、俺は分かってんねえからってこう言うんやけど、でもこれはベテランとか新しい方とかってあんま関係なしに、やっぱり、自分でやったことないから分からないんですって。これ以上いくと、あ、本当に血管が柔らかい方にちょっと行って、もういっぺんグッと行くと向こうへ突き抜けるんですね。そうするともう手が紫色になって出血して大変という経験もあるから、みんなはいっぺんシュッといってそこで止まると硬いなと思いながら抜いてしまうという。いやいや硬いなと思ったらもういっぺん来いってこうで、今順番に教育はしていってるんですよ。
そうすると向こうも、いやもう患者さんでないとわからない意見をいただいて誠に勉強になりますって言って、私4人は教育しましたよ、これで。えらいもんでございます。しかしまあ、先生も昨日一昨日取った CT の結果を今日、まあ、公表というか、まあ、どういう状態かって、じゃあまあ、大きくはなってないんですけども、小さくもなってないんやけど、前はここががんですよというのは分かったけど、なんや今分からんようになってきてね、ぼやっとして境界線がもう分からないんですよってこういうはんね。とこ肥大気味で、肥大気味なんでしょうけど、どこがどう、どこまでがこのがんなのかって、それも不安やなと思いながら、まあうちの家内はまあどっちか言ったら、いや消えかかってんねや大丈夫大丈夫って言って、まあ言いますから、まあそうかいなとは思ってますねけど、本人はまあいたって元気なもんでございますから。でまた皆さん方にこうして第1回目に来ていただいたら、4回目5回目で終わったということになると、私が一番つろございますから、何があったかで最低4年間は完走いたしますんで、どうぞ最後までお付き合いをいただきますようにお願いしたいと思います。今日は二席、坪山と住吉館をという、どうしても古い、まあ、古典落語というものを楽しんでいただくわけでございますけども、私も噺家になりましてから引っ越しは11回しまして、もういろんなところ、一番最初は2畳の小浜、そっからちょっと出世して3畳、その次は4畳半で、次は6畳と、本当にわずかずつでございますが、まあ、畳が増えていったと。昭和44年に入門しましたから、その当時はだいたい家賃というものは畳1枚につき1000円というのが相場だから、2畳の時は家賃2000円、3畳になると月3000円で、4500円払うと4畳半がまあ借りれるっていうようなのが一つの目安でございますね。で、まあ、今と昔は家を借りるって言っても随分と感覚が違うそうで、大阪は昔家を買っても畳が引いてあるという長屋はありません。一切全てのものを自分で持っていかなければ生活ができなかった。まあ、ゴザぐらい、むしろぐらいはあったかもしれませんが、畳はみんな自前で持っていくんですね、あれ。ところが、昔というのはどの長屋行っても4畳半ならピシッと合うようにサイズは出来上がってたそうです。今はなんか部屋の大きさを決めたんではなく、部屋に勝手に合わせて、ここ、こんなわけやけど6畳にしとこう言うて、畳が勝手に小さくなるだけでございます。広さ変わらないでも。ですから昔はまあ安心して自分の畳を持っていったかて、ピシッとあったのが大阪の長屋やったそうです。で、まあ今みたいに電気がある、ガスがある。まあ一番困るのは、まあ水というやつです。今でもそうでございますよ。ガス止められるとか、電気止められるっていうのは、まあ、民間会社がやってまいりまして、お金払ってなかったら止まります。でも、ガスがなかったかて飯炊こうと思ったら何とかできます、電気があれば。電気もガスもなくなったかて何とかくずを拾ってきて火を起こして、ご飯を炊きたいものを煮たいと思えば無理したら何とかできます。しかし一番困るのが水。これがなかったら電気水道があったかて、いや電気ガスがあったかて生活ができない。だから大阪市はよほどでないと、まあ、水道料金を止めるということはないそうです。だから安心してくださいだからまあ督促が3つ来た中では順番に払うのは、まあ、電気ガスというような感じで、水道はほっといても結構です、ね、でまたよそへもらいに行ったかで水ぐらいくれはりますからな。で少々悪い水でも井戸水でも沸騰さしゃ、まあ、殺菌できて使えるってなもんでございます。しかしまあ昔は水というものがまあそういうふうにひねりは出てくるという時代はございません。だからまあ一番大事にするものは水壺というやってございますね。東京なんかは壺と言わずに亀とこう申しますね。関西は壺とこう申します。壺には1回入り2回入り、まあ漢字で書くと1つの2、2つの2と書きます。だからどのぐらいの大きさかって言いますと、人間が掲げますと一家と申しますと、前に単語後ろに単語、二つの単語が入るだけの量を一回入りとこう言います。で、二回入りはその倍になります。
前に単語、後ろに単語が2つ分、言い換えれば単語4つ分が入るのを二回り。まあ、大は小を兼ねるってなことを申しまして、ちょっとでもやっぱり大きい方が使い勝手がええという。なるべくやっぱり道具屋で、少しでも安いもんを買いたいというのが人間の人情やそうでございまして。いてるか?おう、お前がええ、こっちはいり。ねえ、聞くところによるとおめえねえっていう、引っ越しをした、そうやな。そうやんね。おい、引っ越ししてな。で、今度のうちがなかなか勝手のええうちで、で、引っ越しについては、ちょっとお前に頼みたいことがあって、で、おい、いてこい、言われて、まあ、来てん。え?いや、ちょっとお前に頼みたいことができて、ここへ来たんや。何やねん。何やねんって、まあ、ゆっくり、まあ、聞いてくれ。あのな、今度のうちなかなか勝手がいいにゃ。どう勝手がいいにゃ。入ったとこが一軒の通り庭になってて、突き当たりへつりさんになったねで。で、その上に三宝藩の棚があって、そこ補定藩三つ並んでんね。で、その上が天窓になってて、そこでな、猫ちょいちょい昼寝してね。お前何の話に来て。いや、これから言わなんだ、わかれへんねん。猫がお前ねえでネズミかなんか見つけよってね、ぷえーっと飛び降りた拍子、一番端に座ってあったホテヤの方、ボーン蹴りよって。ホテヤン蹴られたもんやけ、真ん中に刺して、よいとこう、寄っていきあったや。まあ、真ん中に立ったホテヤンがて、端から寄られたもんやけ、これ付き合わなんだ悪いなってなもんで、同じように、よいとこう、寄っていきあって。で、一番端のお手やんかで二人が寄ってんのに自分が付き合わなんだらもっと悪いと思って、同じように、いやいとこう寄ってきゃったんやけど、今度は何にもない世界して、ドーンと落ちて。そう、ややこしいものの言いようすな。つまり何か、猫がホテヤン蹴落としたんかい。そうそう、猫がホテヤン蹴落としたん。拍子の悪いことに下に水壺が置いてあって、その上落ちたもんやが、壺が割れて水がブエーッと流れ出た。おい、かかえらいことをした、壺が割れたって言ったら、まあ、この人は引っ越し、そう、なんちゅう弦の悪いこと言いなはん。これは割れたんと違います。数が増えたんだす。うちのかかえいこと言うやろ。われたんと違う数が増えてなんてやっぱりええこと言うねん。もっとお山してただけ。もうそんなアホなこと言うんやないが。いや、ほんまや。いや、ほんまでも自慢する話やねえねえけ。ほんで、ばかかが言うのには、われたん幸いっちゅうわけやないけど、今まで一階の壺で不便やった。これをええ日に一つ二階の壺に買い替えたいとこ言うさかい。よし、俺を言って買うてきたら、つったら、あんたあかん。あんたという人は、安い品物、礼言うてタコを買うてくる不思議な人や。そこへ行くと徳さん、あれ人間が悪賢いとか持ってきて買い物が上手、あれうまいことおだてていてもらえっちゅうのできたんやけど、いてくれるか。お前今何言うてん。いや、聞いてへんのかい。いや、わいは買い物が下手やねん。そこへ行くとな、徳さん、いや、お前やねん。あらな、人間が悪賢いとか持ってきて買い物が上手、あれうまいことおだてていて、あのな、うちのかか言うてた。本人の前で言うな、言うてるやねんけ。よう、そんなアホなこと言うとんな。お前ら陰でそんなこと言うて、いや、せやねんて、しゃれやがな。しゃれか知らんけど、お前。まあ、よ、わかったわ。いてやるって。せやだ、不思議な。お前に何言われても腹が立たんだけな。え、分かったろ、おい、ちょっとこの男についてな、瀬戸門町までちょっといてくるよってに。え?ああ、いや、あいつが来たら、まあ、またしといたらいい。いや、すぐに帰ってくるよってに、その辺時間かかるもんやね。ああ、分かったろ。おい、そこに置いてあるろ、大ことな、思て。え?いや、そこに置いてあるやろ、うちのよ。その、大ことな、思ってで、ちゅうに。なんすんねん、こんなもん持って。脳にすると、お前、向こう行って、都合に乗って帰んよ。いや、そんなことせんかって、向こう行ったらちゃんと運んでくれる。お前ら、そんなこと言うてるさかいに買い物が下手やとこう言われんや。何でも構えんに、わしが言うてんや。持っててんかい。そうか、な、持っててるわ。しかし、なんやね、お忙しいのにわざわざ出ていただいてえらいすんまへんな。出てからフェンチャラ言われてみえのじゃ。
で聞くところによると人間には買い物の上手い下があるそうで、当たり前やん、昔から買い物の上手なやつは買い物天狗で自慢しとるな。へえ、自慢しとるの、どないしたらええね。まあ一番大事なことは、まあ飽きんのにまず足元を見られんこっちゃ。足元を見られたらいかんの。例えばで、わしとお前がこれから座間の前の古手へ紋付きの羽織を一枚買いに行くとするわな。いやいや、これから瀬戸門町へ壺を買いに行くねんけど。いやいや、それは分かったんや。まあまあ、借りに行くとすんや。ああ、いやまあ、冷やかしぐらいはええけど、こうてたら銭は足らんように思うねんけど、どない言うてえねん。借りに行くって言うてるやろ。ああ、足らなんだ、貸してくれんのか。違う。あ、違う。あと、例え話じゃ。ああ、例え話か。お前、紋付きの羽織が欲しいんやったら、どない言うていく？いや、どない言うていくって、紋付きの羽織見してと。もう、それが間違うとあんねや。いや、それが間違うとあるって、お前、紋付きの羽織が欲しいのに、パッチ見してんかはないやろ。いや、せやけどやで。そこをまず、紋付きと言わずに、柄紋、縞紋でも見るような顔して入っていくんやな。で、出てきた品物に傷をつける。やるの？違うがな、口でや。噛みつくな。うないてね。ケチをつけんのじゃ。ああ、ケチを。これどうも縞柄がぼやけてるがな。裏の模様ももう一つやな。といて、せっかく来たのに素手で帰るというわけにもいかず。かね、ついでに紋付きの羽織でも見せてもらうかと、ここでついでという言葉をあえてバーンと聞かしておくに、出てきた紋付き、ああ裏の柄も面白い、雪丈もぴったりや、これはいいな、気に入った、なんぼやってなこと言うてみ、相手はああこれは気に入ったあるなってなもんで、5円の品物でも6円7円とねあげてきよう。そこやで、どっちみちまあ仕立て直しはせんなら、裏の模様も面白ないし、安かったら買うけどなんぼやとこう言うたら、向こうが、ああ、これは気に入ったらへんってなもんで、5円のもんでも4円35銭、3円50銭とね、下げよる。そこを、まあ、4円なら買おうかと手合わしといたところで初めて、あ、これはうちのもんと違う、知らなんだら問題にすまん。もう1円引いといて、ってなこと言うてみ。これで上下5円違うやろ。わかったか。え？よ、わかったかっちゅうね。おい。えらいもんやな、お前。縞柄がぼやけとる、裏の模様が気に入らん、紋が違うで、5円も違うの。お前、ほんまに分かったんかい、それ。分かってるんかな。おう、ねえか、言うてるうちに瀬戸門町まで来たかな。見てみ、両脇瀬戸門屋がずらーっと並んだある。今日日、瀬戸門町で揃わんに、招待道具はないっちゅうぐらい何でも揃ったんな。え、そない何でもあんの？そらそうやん、今日お前瀬戸門の枕までできてあるぐらいやん。はあ、しかしあれは具合が悪いな。何が？瀬戸門の布団。あれで寝た体冷えてとんだなんで。いや、そんなもんあれへんがな。いや、お前何でもあるっちゅうさかい。あれも具合悪いな、瀬戸門のちりはたき。あれで掃除したらサンバラバラになるよね。嫌なんな、お前ともの言うてたら。違うがな、わしが言うてんのは向こう見てみ。な、あそこの店のお棚に置いてある、エベスさんと大黒さん、こう二つ並んでニコーッと笑ってるやろ。額のあたりなんかもうまるで生きてるような、今にも物言いそうな、つまり技術が進んだとこない言うてんや。あ、なるほど。人間はやっぱりいろいろ思いようが違うもんやな。何が？いや、お前あの恵比寿大黒がようできてるか知らんけど、俺は違う。お前は、俺はこっちのあののれんから首出してる弟子の方がようできてるよ。見てみ、あの鼻たらしたとこなんかも生きてるよな。あれ生きてんねやないか。物言いそうな、弱いでか、おなんやかんや言うてたかって、まあどこの店入ったかで一緒じゃ、これも縁のもんやろな。この店入りたかい、ええか、あとはわしに任しとけ。いや、足元だけ見られんように気ぃつけたらええさかい。よし。ごめん。おいやす。おいやす。
回り回り、いやいや大層の若いもんやないに、ちょっと水壺を見せてもらおうと思って、ああさいで若い水壺でございましたら、まあこちらに並んでおりますのが1階入りに、おで手前にありますのが2階入りと、こうなっております。あどうか、うーん1階2階な、うん、おいこっち入ってこい、ここに壺が並んだらどれがいい、おいこおいこっち入ってこいっちゅうねん、何しとんそんなとこでつくぼって、人引きずってるやねんギャホ、足元見られんように誰がそんな足元見んねん、アホやな、もうこっち入ってこい、こっちやの挨拶はいらんねや、でこの壺や気に入ってるか、この壺や気に入ってるかっちゅうねん、これは具合が悪い、ねえにくそ生意気に、何が具合悪い、何が具合悪いって見てみよう、お前これ入り口ないかあれ、そこ抜けたの伏せたんねやねえか、あ伏せてんのか、おかしな具合や思ってて、けどやっぱり具合が悪い、どこが どこがあって、お前よう見てみよう、お前見てへんのか、しまがらがぼやけたの、あ、青壺にしまがらがあるか、あ、裏の模様、裏の模様もない門が違う、どうそっちが青、お客さん店先で喧嘩せんように、いや喧嘩してるわけやないねんけど、こんつがあんまりアホなこと言うさがムカつくねや、いやいや実はなこいつの嫁に頼まれてわしが代わりに買い物に来てんねや、うん、いや悪いけどな、あその一階の壺これなんぼやな、え一階の壺これなんぼや、いやもうなんぼかんもとおっしゃいましてもなんせ朝商い残ってまして、あんさん方残ってまして、まあ、軒並みどう商売でおましてせいぜい勉強してうんと安してとーんと負けたところが3円50銭が一文もまかりまへんので、へえ、まあ商い残っちゃよってに、あんさん方のこっちゃよってに、軒並みどう商売やよってに、せいぜい勉強してうんと安してどーんと負けたところが3円50銭が1文もまからんと、こういうことかい、へえへえ、そういうことってな、これねえなお前、朝飽きないやノーテやで、でアンさん方のこっちゃノーテで、のびのびどう商売やノーテで、せいぜい免許せんとうんと安せんとドーンと負けなんだらなんぼや、へえへえ、いやいやいや、あそら3円50銭同じこっちゃないか、しかしやっぱり商売人って何枚もやな、トン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 と言われると、なんじゃ安なったんかいなと思わず買うてしまう、いや実はなこいつの嫁に最でも言うたで頼まれてきてんや、まさかいいねで買うて帰るというわけにいけんがな、3円50銭のバー50銭のその半パッチの取って3円ちょうどちゅうことにしてくれるか、いやもうそらまことにつらいねん、いや辛いの分かってあるね、お前とこやっぱり悪いもんが出たりひびもんが出たりして辛いの分かってある、せやけどな向こう見てああいうもん持ってきたらね、お前とこへ、まあ、こうてから運ばってのは手間取らせん、二人で二の手帰んや、まあ運び賃やと思って3円ちょうどいうことにしてくれるか、あなるほど、お二人でお持ち帰りということで、じゃあもうそれでございましたらもうおまけせんというわけには負けてくれるか、そこをなんとか、もうややこしいものの様子な。な、その代わり、あとあとっちゅうことがあるわな。なんで、そのあとあとっちゅうのは。あと、これから帰って、わしが親戚、友達、近所。ああ、これから瀬戸門町へ行くと言ったら、他の店やらせへんで、お前とこ一点張りや。嘘つくかいな。必ずあとあとの商売につながるようにしてくるさかい。3円ちょうどいうことにしといてんか。頼むわ。な、おい、な、おい、な。うわぁ。えらい勢いやな、いやまあうちにしましたかで今日限りというよりも、まああとあとお客さんが続いていただくということがもう商売一番大事なことでございますんで承知いたしました、ほならまあそのあとあとちゅうことを楽しみにさせていただきまして、家奥へ知れましたらまた小言の一つも聞かんなりめへんので、今日はまあ番頭の私の差配ということでさせていただきます、おいあすまんがな、一階の壺を二の手帰れるように段取りしてくれるか、あならまあお代が3円ということで分かったろ、うん、おいこれこっちだし、なあこれここへ置いとくで、ありがとうさんでどうぞ気をつけて、よし上がったろ、うん肩入れよっ、さあ歩き、うん
まっすぐ行きや、おい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 、どうした、ちょっと、待て、何やに、えらいことした、何があって、これ、一回りのつぼやが、うちのかか、二回りが欲しいとこう言うててん、分かったろ、黙っていき、黙っていきって、こんなん持っていったら、またかかと喧嘩せんならんがな、喧嘩すんのはええねんけど、負けるさかいどんならんねん、それ、しょうもないこと言うてんでもええわい、心配せんかて。そのうちにこの1階の壺が2階の壺に変わんねん。何かこの壺は風に当たったら膨れんの。アホなこと言うな。次の角左に曲がれ、もう一つ曲がれ、ぐるっと曲がれ、あそんなことしたら元の瀬戸門へ、それで荷下ろせ。ごめん、何だ、忘れもんで。忘れもんでちゅうとこ見ると顔覚えてるな。覚えるも覚えんも、今壺を買って帰っていただいたとこでよう覚えててくれた。いやまあそこまでいたところがこうやってな、二階の壺が欲しかったとこんなこと言うんや、初めに言いやええのにな。あ、おいは初めから言うてた。いらんこと言わいでみに、でだ、まあ二階の壺をもらいたいんだけど、ああさえでございますけどな、二階りを、承知いたしました。お値段の方はもう1回の倍っちゅうことになっておりまして、1回にはまあ3円50銭で倍のな、3円でお願いしたんでか、この倍のろ、なあだいや、そんなことしたら1円からおまけせんなりめんがない、まあ、1円やったら1円ちゅうことにしといてくれたらええやねんけ、あとあとっちゅうことがあるがな。恐れ入りました。万さんの買い物上手なんには、ほなまあ本当にその後後ということを楽しみにさせていただいて、分かりました。おい、妻が今度2階の壺に乗って帰れるように段取りしてくれるか。それからな、あの1階の壺やねんけどな、いや戻って帰ってもいいねんけど、邪魔になるやろ、2階に来たら2つもできたら、この1階の下に取ってほしいねんけどな。いや少々のことやったら損しても構えんねや、ご損かけるよなんて、今あのそこまで持って行きあったとこでしたが、もうあの傷さえなかった一回りは元値の3円で引き取らせていただきます。あそうか、さっき金で3円渡してたな。もうなんやごちゃごちゃしてたもんでしたが、またしまわんとお金ここへ置いたままで、ということは金の3円壺の3円合わせて6円、あの2階に持って帰ってええな。へえへえ、そういうことやな。えらい邪魔したな。さあ肩入れよっくらしょっと、さあ歩き、うん、なるほど、買い物にも上手下手が、もういらんこと言わいでめ、黙っていき、わいでもわかる、いらんこといいなっちゅうのに、お客さんちょっとお戻りを、お客さんちょっとお戻りを、あのお勘定の方が、それみお前が笑うさかい向こう気ぃ付かなんだけどね、おかしいなと思うよってねけ、しゃあない、戻ったり、なんや、ちょっとお勘定が、いやそりゃいかん、金のこときっちりせな、どないっちゅうに、いやあのその壺は6円でね、よかったろうかな、いや金が3円しかお前ので、いや金で3円あんねやろ、でお前さっき1階の壺3円で下に取ったんと違うのかい、あれがあったんくるっと忘れておりました。あいつまんこって、いや分かりゃそれでいいにゃ、さあ肩入れよっこらしょっと、来季、うん、お前も我慢できへん、笑いなっちゅうの、お前が笑ったら向こうね、分からんけどおかしいと思うようには黙って生きちゅうのお前でも、もういらんこといいなっちゅう、お客さんちょっとお戻りを、お客さんちょっとお戻りを、もうじゃないかな、
今日中に帰れるか？帰れりかよ。もうしゃあないがな。何？このまま走って逃げよう。アホ。そんなことしたら余計追いかけてきおるやねえけえ。なんや、実はお勘定が。もういい加減しとけよ、お前。勘定勘定って他の客がおかしな顔してるやねえけえ。いやいや、お怒りにならんように、その都合6円でね。何べんも言わんかって分かったろうが、お金が3円しかおまへんねん。お前な、いっぺんそろばん持ち。え、そろばん持ち。いそろばんちゃった、これぐらいの計算で。いや、それが分からんやろうが。分かるようにしたるさけそろばん持てっちゅうねん。持たんけ。いや、そろばん、そろばん、いや、ちゃんと持ちまへん。持ちました。そこへ金で3円入れんかい。いや、これはもう間違いおまへんので、と入れました。そこへ壺の3円入れ、入れました。何本なってん？6円ほなお前、あれ持って帰っていいのと違うのかい。行く。それあんまりええことないよ、ね、お前。いや、ちょっと今、ちょっと待つ。いや、何を言う。もっぺんわしが言うたから、よう聞きや。金で3円入れんねや。それも間違い、お前にまだここ置いたままでんねん。さかい、これで金で入れましたんや。壺の3円入れんかい。ここへ、なんかややこしいように思いまねけど。何がややこしいねん。お前、あれ3円で下に取るって言うたん違うんかい。取らん。いや、取らんこと、お前に。取んねやろ。入れんかい。入れまして。なんぼやねん。6円ねん。な、あれお前、持って帰ってええのと違うのかい。あいつ、これね、あんまり難しい方の計算と違いまんねん。あ、どっかがちょっとぐねってるだけでね。ちょっとね、ちょっといっぺん自分でやらせていただきます。ちょっと待っててくなる。ちょっと黙ってね。金の3円はもうこれ間違いないねんな。で、壺がこれ具合悪いんじゃん。それでこの壺はいっぺん3円もろて、表へぐるーっと回って帰ってきて、ほで3円で言うさかい、入れたら6円やな、これ。な、いや、今やってまんねん。ちょっと待ってくなるな。お金は間違いがない。ああ、そうか。人間ってうっかりすることある。これやな。いや、分かりました。なんじゃ。これ金から行くさかいかんねん。壺から行ったらええの。壺が3円やろ。で、この金を足したら6円になるな、これ。何を引き取る。3円と3円の計、いや、分かってんの。いや、いいなね。今やってまんにゃん。誰と大きなそろばんと変えてくれるかも。小さいの目がチカチカしてどんならん。それで、サスケはんとこいたんや。浜へ煮出しに。どんならんな。こういう時に煮ててもらうなんだら、あんまりもう、あの人、うちで一番そろばん達者やねんで。何のために煮ててもてんねん、あんまり。いや、今やっとりまんので、すぐにもうこう肩がつくと思います。金の。3円は間違いないね。もうここに動かしようのない事実、ここへ積んだままになったんねん。なんです?鑑定機。いや、鑑定機はもうどちらさんで聞いていただいたかで、値段は一緒の。あ、いや、今すめ、他のお客さんとちょっとおしゃべりしていただけで。いえ、別のお宅のほったらかしてるわけ、お前に市場にやらせていただいておりますが、いえ、待ってとくなれ、今すぐに。金の3円までは行ってんねやな。金の3円、鑑定が3円や。で、壺足したら9円。むちゃくちゃええな、これ。
あすめ今日も完璧嬉しめんわ。もうそれややこしい時に完璧ってな、誰や表出したん完璧。沢吉か、あれボンと言っとけ、あんまりもうこんおいおでしばらくいっぺんもう店休む、これな、もうこれ一軒するまでちょっともう店休みや。ほでな、奥へ行って誰と親旦さん呼んできて、もう店で番頭一人で扱いからてる事件が起きてますって言って、すぐに来てもらえよ。何を抜かしとんねん、最前から黙って聞いてたら、3円と3円の計算いつまでかかっとんねん。ポン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 言われても許してる。私だってできるだけのこと一生懸命やってんねや、お前かいな。横手からいや、だんだん脈は早うなってきたもん。誰ぞ神戸の親に電話してくれるか。もう番頭も名もない、何ごちゃごちゃ言うとんねん。早いことせんかい。早いこともう何もちゃんとやってまんがな。金の3円が分かるけど壺が分かりまへんやん。教えたろか。へえ、それがこっちの思う壺っちゅうにゃ。